わあ、今回はほかげじゃなさそう。回復の柱を使う。前で守るんかな。怖いよウィドウ。前で守んなってウィドウいるのに、こっちは左遷通せねえんだよ。いやまあそれは分かってるけど、どうせ勘弁してくれんかな。日の出を目に焼き付けよ。何、俺も入るの。この人で行けよ、そこにパックあるんだから。まだ頑張ってもらうぞ。回復の柱を使う。バッチリ組み上がったぞ。何、もう割られてんだけど。7ついた。ペイロードチェックポイントに到達。リンドホルムは諦めないんじゃ。恨み払って。じゃあその決心を出すどうする。答えを求める。スナイパーよ、気をつけて。回復の柱を出した。こちらで治療するのだ。何しとるんですか。回復の柱を置いた。私が支える。柱から離れるな。日の出を目に焼き付けよ。あ、移動じゃなくなった。ちょっと刺さるみたいなんだけど。柱から離れ
これこの破壊神ね、物との説に行きまくってんだけど。死ぬのなんか怖くない。源氏がぺちゃんこになった。まあ、だるだろうなと思ったけど。結構賭けじゃねって思いながら寝てたら、ちゃんとぺちゃんこになった。回復の柱を使う。敵が来る。行くぞ。そこのパイロンいいよな。やれよアナ。こんなとこまで絶対押せねえんだよな。どうせファーストポイントも取れねえんだよな。見えてるかマジで。マジで見えてる。逆にめちゃくちゃ押せるパターンない。ないよ。ないらしい。一周回ってねっていう。だってここですよ。コデスしてるリーパーに合わせる DPS がリーパージャンクラストなんだ。リーパーはまだ合わせれると思うけど。最後ソルジャーになったんだった。ん？いやまあそうだけど、この構成見てファーストポイント取れると思うっていう。自分の道を見つけるんだ。こんにちは。マジでこういう構成に完全にお礼をなんだよ。何か狙ってくるかも。ライフセーバーでリーパーをどうにかしようか。本当の自分に近づいていこう。はい。俺と同じところに置いたらパイロンだったりもなれるし、この世は平和になるのに。誰か爪楊枝持ってない？あ、ペイトゥインエモートして歯の間に挟まってさ。うえ、カイフ、アルティメット、チャージ中。スリー、ツー、ワン、準備中。突入開始。目標 A を回復してほしいんだったらマジで自宅に帰ってこいって。周りにも後悔するぞ。もっとだ。抜かれてやーんの。
上の方だと思ったら上いいんだけど。でかに取れよ、こいつ。さすがに気づいたら。おい。日の出を目に焼き付けよ。勝負失敗。命の木準備よし。命は命を守るもの。一回も移動コンテストしてないのにどうやって取れたのか全く意味が分からん。最後わざわざウルトまで使って時計に行った。ペイロードを動かそう。手伝ってくれると嬉しい。回復の柱を出した。上に向かうけど風に乗せて。バラになったんだけど、何それ。いた、敵だ。ここなら回復できる。こんなことないだろ。どうやってジャンクラがファラ落としてんだけど。あー、ビンで死んだ。完全に見失ってしまった。アナを龍剣抜いてライフイバーに負けたやつおるんだけど。しかもタイマン。ワープした。あー、どうやって勝ったんだ。誰にも負けない。
構1ですやで、俺。22足。俺、毎回アシスト出すぎじゃねえか。うわ、クソキショイな、このサンド。なんな15%、8%